皆さんこんこにちは現代の物語こと子ですながらでラジオながらじの時間ですこのラジオではテーマを決めてリスナーさんからのエピソードをいただいたりフリーな質問をいただきながら音声のみだからこそできるお話をしていこうと思いますながらでラジオなので是非ながらで聞いてください 録画でお送りしていますが、基本は編集なしの生放送感覚でお届けしています。最後に次回のトークテーマを発表しますので、ぜひぜひ最後までお聴きください。はい。ということで、お久しぶりですね。5月12日、今の時間は午後の2時半になります。えー、ゴールデンウィークもー終わりまして、 えー、皆さんどうお過ごしでしょうかまあ、今回はね、トークテーマ、ゴールデンウィーク何してたっていうことだったので、まあ、ちょっと後の方でね、皆さんから頂い,いたコメントをお話ししていこうと思います。え一、ー、週間空いたかな一週間来ましたが、私自身、ゴールデンウィークは、も、ま、う、あ、ほぼほぼ、えっ、ー、と、大体なんかさ、ゴールデンウィークって、ね、 <laughs> ねえ、そうやって、5月5日子供の日だけか。までが、なんか一番ピークで、残りの最後の土日は、なんかゴールデンウィークっていうよりは、皆さんごちょっとゆっくりする時間っていうイメージで、なんかイベント自体もさ、8日までやってなかったりするところが多かったんじゃないかなと思います。まあ、私自身も、まあ前も、えー、ちょっと話したけど、 ゴールデンウィークの前にね、えー、少し友達と旅行に行って、皆さん、軍艦島の YouTube は見ていただけましたでしょうかショートの方には、えー、他に行った山口の動画とかも載せてるので、まだ軍艦島のやつ見てないよっていう方は、ぜひ見てください。で、なので、そのピークのゴールデンウィークの時は、私は、お家でね、ずっとお留守番をしておりました。県売りって 入場券の、私のお家の裏に、多層民家っていう、県の指定の文化財の見学ができる施設があるんですね。施設というか、貝、まあ、き屋根の建物があって、そこの入場券を私のお家で取り扱っているんです。なので、やっぱ誰かが家にいないといけないということで、ゴールデンウィークは、えー、私がずっとお家の留守番をして、県の県売りをしていました。なので、 基本的にはお家にいて、えー、いろいろね、YouTube の編集がほぼメインですね。えー、普段がっつりできないので、ちょっと溜め込みでできるものをやっていこうっていうことで YouTube の編集をしたり、あとは、あえっ、ー、と、明日ですね。明日動画流すんですけど、地元のそのゴールデンウィークのお祭り、ゴールデンウィーク中にやってたお祭りにも、 お,お祭りまあイベントかにも参加してきたのでそのちょっと地域紹介、えー、ずっとこの2年間コロナでイベントごともやっぱできなくて地元を紹介したいけどなかなか私もタイミングがなくてっていうことがあったのでまあねぜひ皆さんに私の地元の山、ね、形県鶴岡市を知ってほしいということでこういうのがあるんだよっていうのを撮ったので ぜひ明日の動画見ていただきたいなと思います。で、今日は12日で5月8日ね、5月8日はずっと前からずっとお話ししてたチャリティーマラソン、脊髄損傷の研究費に充てられるチャリティーマラソンのその本番がですね、新宿でありましたので、5月8日から東京入りして、 えー、参加ししてきましためちゃくちゃ楽しかったですよ。本当に楽しかった。なんかこういう私短距離派だったからさマラソンって、まあ、得意じゃなくて、えー、そんなに前向きに参加するタイプではなかったんだけどでも今回参加してみて本当に楽しかった。まあ私がずっとこぐっていうのはもうしんどくて友達にこう助けてもらいながらやったんだけど 他のランナーさんとかがこう、すれ違うたびというか、後ろから追いかけてくるたびに、ファイトとか、頑張ってとか、こういろんな声掛けをしながら、あの、新築外苑だったので、東京の街並みっていうか、その、神宮、神宮球場の周りを、道路を片方閉鎖して道路を走る。なんかちょっと東京マラソンのミニミニミニバージョンみたいな感じだったんですけど、それがめちゃくちゃ、 楽しかったんです。で、来年もね、えー、5月7日、すでに日程が決まってますので、ぜひ、あのー、本当にいろんなところで、今回会場がいろんなところで設置されたけど、そうじゃなく家の周り走ったよっていう方もいたので、ぜひ皆さん、あのー、本当に車椅子でもゆっくりゆっくり漕げば、まず30分間お散歩できるし、 そうじゃなくても友達から押してもらいながらでもいいんです。今回、あの、電動のね、車椅子の方もアンバサダーとして参加したんですけど、その方は、まあ自分、その電動は使っちゃいけないの。電動は使っちゃいけないから、バッテリー車椅子から外して、極力軽くして、えー、友達と一緒にめっちゃ走押してもらいながら走ってましたね。 いや本当に楽しかったんです。なんか夜だからちょっと心配道路とか大丈夫かなって思ったんですけど、そういう安全もしっかり守られてて、楽しかった。ぜひ皆さん参加してください。で、その次の日に、あの、ディズニーランドに、<laughs> 超多忙だよね。ディズニーランドに行ってきた。9日ね。5月9日は、前も動画で一緒に、 コラボした千葉ち,ちゃんね千葉エリナとディズニーランドに行ってきましたその模様もまた YouTube で流しますめっちゃ楽しかったよめっちゃ楽しかったからさあのー、なんかやっぱディズニーランドって素晴らしいなって思いました、ねまあ、こういう感じで結構いろんなやっぱ休み 私はさ、休みずらす人だから <laughs>、休みずらした方がさ、ディズニーランドもやっぱ全然混んでなくて、待ち時間もほんのほ,とほんと本当にあるようでないようなくらいの勢いだったから、楽しく、やばいま、たいした、またした。楽しくて <laughs>、楽しくて、えー、っと、ディズニーランドさんすごいなって思いました。 ごめん、あくびしてる。<laughs> やだやだ、あくびしてるわ。はい、緊張感持ちます。すいません、緊張感持ちます。はい、そんな感じで、えー、私のゴールデンウィーク前後のお話ですね。じゃあ皆さん何してたかなっていうことを言ってきまし、いき,いきましょうか。はい、きなこもちさん、ゴールデンウィーク何してたですが、えー、妹夫婦、めいっ子、三姉妹たちと賑やかですね。 BBQ をしました、バーベキュー。めいっこ1の旦那とめいっこ2の2と3の彼氏たち若手がテキパキと。すごい多い人数だね。と働いてくれて食べるだけでした。なんかさ、バーベキューってなるとやっぱり、あのー、男性諸君が張り切るよね。<laughs> 男性諸君が張り切って欲しいイベントだよね、バーベキューってね。 すごい。で、キャッチボールもしたんだって。すごい。カルビ、タン、ミノ、ネック、首ね、ロース、豚バラ、ベーコン、ホルモン、魚介類、野菜、焼きそば。いやー、焼きそばね。もう、しばらくは焼き肉は食べなくていいかな。わ、まあ、かるわかる。めっちゃ食ったら食べなくていいかなって思うけど、1週間後に私食べたくなる派なんだよね。で、翌日、そう、グリーンランド行けたらいいなっていう話でしたよね。グリーンランドは行く予定でしたが、体調不良のためにキャンセルだって、まあまあ、ご、ね。 バーーベキューででを外ししすぎぎまたたかお肉食べ過ぎたんですか <laughs>、まあ、グリーンランドは、ね、あのどこにも行かないのでまた時期を見て行ってみてください。でもさんは今年のゴールデンウィークは3連休だけでしたが3日間畑仕事をしましたその畑仕事の後のバーベキューは最高に美味しかったです。 夜8時から5分だけやる小祝い牧場の花火も見に行きました。岩、え、手、ー、で,ですね。天気もよく充実したゴールデンウィークへしてよーって。わあ、皆さんバーベキューしますね。やっぱり。みんな夏になるとバーベキュー。ね、いいよね。私も本当はしたん、バーベキューしたなしたんです、バーベキュー。その動画もね、撮ろうともすごいゆるゆる動画なんだけど、ちょっと皆さんにも紹介したいことがあるので、バーベキュー動画もちょっと出していこうと思うんです。 ほんと家の前でやりました。うちのバーベキューはね、ちょっと多分ね、他のうちよりね、特別なことがあるんですよ。<laughs> その模様は動画でぜひ楽しみにしててください。小岩牧場、小祝農場ね、小祝農場。小祝農場って皆さん知ってますか岩手にあるんですけど。なんか、 商品名とかにでも出てくることあるかなアイスとかミルクとかねあるよねいいよね花火今年は、えー、地元赤川花火大会っていうのが結構有名な花火大会があるんですけどあのー、河川敷に行ってできるような規模でできたらいいなと思いますれいかさんゴールデンウィークはリビングのリビングの模様替えをしましたよテレビの位置とテーブル 座椅子の位置を90度くるっとスライドする感じで変えましたあとは夫が長く休めたので、えー、旦那さんのお父さんお母さんお父さんお母さんなどがうちに来て手巻き寿司を振る舞って食べました手巻きだから料理とは言わないかなそんなことないそんなことなどこにも行かなかったけど充実したよということです一つ ゴールデンウィークでやらかしたことを今思い出しました夕ご飯を作ってるときにガスコンロの焼き魚グリルの排気口うん焼けた魚の蒸気が上に逃げるための通気口にプラスチック製のザルがかぶって置いてしまって溶けましたそんなことあるんだ <laughs> うちはク口コンロなので通気口は一番奥に網目になって配置されているザルは百均だから 全然おいしくないけど通気口に溶けたプラが少し垂れてしまって大変ショックでしたどうやって取るんだろうね垂れたプ,レプラスチックってまた温めたらダメだよねきっとなんかね料理するときに吸す威力っていうのが <laughs> あの落ちなきゃいいけど いやあ、やらかしですね。まあそういうハプニングがあるのもいい思い出なんじゃないでしょうか。なんか模様替えね、こう休みの日ってやっぱりさ、長期休みだと掃除ガッとやりたくなる気持ちはすごくわかります。私も、えー、自分の部屋のハンガー、ハンガーを一昨日ですね。一昨日変買いました。全然ゴールデンウィークじゃないけど、一昨日変買えたんです。夜な夜な。 なんかさ、ハンガーがもう全然何ていうの黒の昔からあるようなクリーニング屋さんから帰ってきそうなハンガーがいっぱいあって、えー、肩跡がついちゃうっていうんですかねサイズ感が合わないと T シャツとかパーカーとかすごいハンガーの跡がつくのがめちゃくちゃもうずっと気になってて嫌だったんですだからもういっそのことを肩のつかないハンガーに全部変えてしまえということでまず100本。 買ったんですよ、ハンガーを。で、もう、いらない服も捨てたり、なんやり、よなよなしながら、100本全部交換しましたね。100本あれば十分かなと思ったんですけど、最後足りなくなって <laughs>、あの、肩つかないようなあ種類の服ってうんですかあー、で、は買えないでやりました。いやー。 ね、<laughs> 大変だったでももっともっとやりたいんですよ片付けたいものとか捨てたいものとか結構捨てられねえぜって分かります捨て,捨てるのが不得意というか前売りは得意になったけどなんかこれも取っといた方がいいかなとかっていうタイプだからなんかねあの物が減らないんですよね 福岡は物をだから増やさないようにするの。物が多くなると捨てられなくなっちゃう気になっちゃうから。だからもう初めから物を置かないっていうふうにしてます。そう、片付けたい。はい。ミネラルバ,ラ,ルバランスウォーターさんは、ゴールデンウィークは実家にて過ごしていただけでした。とミネラルウォーターさんはね、 えと私がそのチャリティーマラソンを参加するので応援に来てくださいねと午後8時なので間に合いますよって、えー、言ったら来てくれたんでしたミネラルウォーターさんいらっしゃって、えー、びっくりしました会場に着いた時にはもうすでにスタートした後だったけどこうぐる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 ずっと回ってたので、あのー、スタートの位置にいてくださって 声をかけてくださったんです。ミネラルウォーターさんは、あのー、2020年にコロナ前ですね。コロナ前だよね。木更津、あ、コロナ前じゃないか。コロナだけど、まあ、そんなそんなまだの時か。木更津でね、あった全国脊髄損傷連合会の千葉県支部の公開講演会っていう、まあ、イベントがあったんですよ。そこに私、 何て言うんですか遊びに行って、その時に、あの、お辞儀だけして、お話はしてなかったけど、お見かけしてくれてた、そうでした。そう。ね。で、あの、医者に写真を撮ってっていう感じで。スタッフさんじゃなくてさ、お友達なんだ、あの人。そう。お友達がね。ミネラルウォーターさんと写真を撮ってくれて。ゴールデンウィークの最大の思い出ありがとうございました。って、嬉しい。ありがとうございました。 ね、またなんかお会いできる機会があったらいいですねえー、っと奈緒さん奈緒さんはあこの前のゲストラジオトークに参加してくださいました楽しかったですねお話、はい、でゴールデンウィーク何してたかというと コロナ禍で高専の友人たちが来れずばっかりしたんですけど、一人の友人の一人の方が、熊本にお家があり、グリーンランドに行った写真が送られてきたんだって。グリーンランドはものすごく渋滞してたそうです。だってさ、やっぱ混むんだね。きなこ餅ん <laughs> やっぱゴールデンウィーク行ったら大変だったんじゃない <laughs> そう。 自分はまだゴールデンウィーク終わった感じはなく、明後日明しあさくらいに好きなアーティストのライブの DVD を見ようかな、だって。バーベキューは長崎住まいの妹夫婦が帰ってきた時にやりたいです、っていうことでした。ねなおさん、どうなのそろそろおうちに、お家の外から出れそうなんかなね、早くコロナが、コロナがこう、だんだん外出時はマスク外してもいいんじゃないかっていう話がつい最近出てましたけど、早く、 なささんんがが出れるる環境になるとといいいいいいですすすねはい、TO さんいつもながらじ聞いてままありがとうございますゴールデンウィークはーいとこたちが集まってバーベキューみんなバーベキューいいねしましたコロナの影響でなかなか集まることができませんでしたがなんとか集まることができました車椅子の私は手厚く介助してもらい楽しめましたもっとコロナが収まって外出できるようになりたいですね いや本当に今回はあのー、すごく出入りが出入りがあってじゃないや、えー、いろんな県にね皆さん帰省する方が多かったんじゃないかなと思いますでそのせいでなんかコロナがさ数が増えたっていう人もいるけど、まあ、なんかそういうのばっかり言ってたらまたね、あのー、連休後はまた緊急事態宣言がなってまた連休近くに解除されてまた連休明けたら。 緊急事態宣言みたいになるみたいなのはもうなんかやめてほしいですね。はい。思いました。はい。木村さん、木村さんもゲストありがとうございました。楽しかったですね。またお話、ね、できる機会があったら嬉しいなと思います。はい。ということで、えー、こんな感じで皆さんゴールデンウィーク何してたまあ、バーベキュー率が多いですね。 なかなかやっぱり人手がいるところってよりは皆さんそれぞれまあ実家に帰ったり友達を呼んだりでお家で過ごすっていう人が多かったようですねなんかまあ気候もさまあ、暑いところは暑いけどまだまだ肌寒かったりもするので皆さん体調管理に気をつけながらねまた次すぐ夏が来ますそして夏の前に 梅雨が来ますね。クレマイスユーザーが嫌いな梅雨でございます。雨は本当に嫌ですね。はい。ということで、次回の長らじのテーマ、トークテーマになりますね。次回は5月の12日は今日です。<laughs> 5月の12日は今日なので、5月の16日。お兄ちゃんの誕生日ですね。5月の16日が長らじになりますが、 次回のトークテーマはその皆さん梅雨ですね雨が始まりますけど今年は長いようなのかなもう沖縄の方は梅雨入りしてるそうですがえ雨対策皆さん雨対策であったりあとは雨の日の過ごし方っていうのを教えていただけたらなと思いますはいということでえ次回その雨にちなんだお話 雨の対策方法雨の過ごし方コメント欄にぜひぜひたくさん書いていただけたらと思います。ということで本日のながらじはここまで皆さんまたたくさんお話ししましょうバイバイ <music>